続きましてフィギュアスケーターを応援する十キュフィギュアのコーナーです。はい、まずは嬉しい報告です。先週末行われました国際大会のフィンランディアトロフィーで鈴木明子選手がなんと優勝しました。素晴らしいですね。はい、そして地元ジュニアのホープ木原龍一選手はジュニアグランプリドイツ大会で3位に入賞しましたよ。うん、おめでとうございます。そして今回の十キュフィギュアのコーナーは今シーズンの活躍が期待される女子ジュニア選手に注目しました。週末行われた中部フィギュアスケート選手権、最も激戦だったのが女子ジュニアの部。なんと40名ものエントリーがありました。その中から十キュフィギュアが注目した3人の選手をご紹介します。女子ジュニアの部優勝、佐藤美宇選手。スムーズなスケーティング、そしてジャンプ、スピンなどのレベルが高い選手です。いよいよシーズンが始まりましたね。はい、今どんな気持ちですか？この大会がシーズン初の大会なので、いいスタートが切れたなと思います。特に課題として取り組んできたという3回転ルッツに成功。さらなる飛躍を目指す佐藤選手の目標は、まず西日本で上位ぐらいに入って全日本ジュニアに行けるようにしたいです。長村彩香選手はジャンプの申し子と言われるほどのセンスの持ち主です。ルッツはもう今日立ったので、あとは本数を増やしていきたいです。試合で飛ぶ本数を2本とか、フリップを2本とか、結構高難度な感じのプログラムにしたいです。得意のジャンプにさらに磨きをかける長村選手の目標は、強化選手になりたいです。今シーズンの目標はまずはもう強化選手になることです。高難度のやつをちゃんと決めてノーミスして、やっぱできれば一番いいなと思います。森井吹選手の注目ポイントは表現力。フリーの曲「キャッツ」ではまさに猫になりきってさまざまな表情を見せてくれます。作った時はもう曲に置いてかれるばっかりで、もう全然合わなかったんですけど、曲と一緒に踊ることがすごい好きなんで、その猫も好きだし、すごい楽しいです。表現力に加え美しいスピンも魅力の森選手。今シーズン目指しているものは、全日本ジュニアに出場することなんで、次の西日本の試合でもいい結果が出るといいです。ね、3人とも表現力も非常に豊かですから、これから本当楽しみですね。そうですね、3選手ぜひ覚えてください。そして最後にご紹介した森井吹選手は8歳から12歳までアメリカで生活をしていまして、あの長須未来選手と同じリンクで練習していたそうなんですね。彼女の表現力はその時に磨かれたのかもしれません。ちなみにフリー曲キャッツの表現力をアップするために猫を飼って観察したいですと言ってました。これからますますこうレベルアップしてきそうで楽しみですね。はい、そうですね、はい、期待しましょう。以上十キュフィギュアのコーナーでした。